かマリンの選手たちとあの噛み合わせながらのプレーが作れていると思います、まあ、ただ千葉このフィジカルですね、強さがありますね、このドライブインなんかもしっかり決めてきました、人気も高いし2チームでありますそうですね、はい、各地区の上位対決と笑っています、ここから打ってこれを決めてきます。いやさすがです ね。そうですけれども、はい、ゲームコントロールなんかもしっかりアシストして回り出してました、はい、あナイスプレー、原も戻ってきていました、原ムーニー、これもキック使って原、これもドライブで来るフローター、これは決めてきました、うまかったですね、ただいやこれもこのフローター、はい、これもでもムーニー選手がやっぱゴール下のところでもう準備しているので、はい、いやこれもこのフローター、はい、佐藤を待ちながらファウルももらえる、うん、とここが少しでターンオーバーになってきてますね、狙ってます周りの選手、富樫、そして原田、外からこれを決めていきます、スピードを使ってトランジションを作っていきました、原からスカウト、エドワーズ、決めていきます、この辺りはしっかりやはり確実に外決めていきます、外のシュートが千葉が、ね、決まらなくもなってきます、はい、バンズ、ジャクソンからオリバー、うわー、ちょっとミスがもったいない、原が走る、まだですからどちらもちょっと流れ、うん、今乗れてない状況ではありますかね、そうですね、少し、我慢な時間帯ではあると思います、はい、千葉はとにかくシュートが来ればというところですが、外から打ってこれを決めてきました、流れを引き寄せる一本決めてきます、はい、はい、で外がやっぱなかなか決まらない中でも、はい、やっぱ全員がチャンスの時に打ち込んでいますので、うん、そうですね、アテンプトはとにかく続けてきますので、続けてます、リバウンドもね、はい。